たしてます。How are you? How are you? Good to see you again. How you doing? Great. 英語は超上手。英語パッチ。英語パッチ。寒いな。そう。頑張ってんの。マサオよく捨てられないで本当に頑張ってんだ。これはうちの女房捨ててほしいの。捨てられたいの。そう、自由になりたいの。おい、これ流せよ、流せよ、これ YouTube ニューヨークで見れるんだろう。な、見ません。こんなこと言ったからだよ。これ解読するの大変なんだよ、ゲイちゃんのことが。まるで暗号みたいになって、ゲイちゃんに。ほら、暗号されてる。あ、ついてる。これ電話出るのが大変なの。あ、そういうことで、よろしくお願いします。あ、じゃあ、お邪魔しますけど。分かる。あ、いいです。なんか、認めますし。すいません、すいません。あ、OK。あ、OK。切れてますよ、ちょっと。うおぉ、すごいな。すごっ。いや、うまいっすね。いや、長州さんでもよくあの街をちゃんと我慢してるなと思って。撮る前のなんか街がものすごい長いじゃないですか、ね、でも覚える時間も長いじゃない。セリフじゃないじゃない。セリフなんだよ。覚えてないじゃないですか、長州さん。あれ俺にとっては長いんだよ、お前。大変なんだよ。セリフを長州さん覚えてなかったよね。覚えてても、うん、いつセリフを言っていいか分からない。そう、大変分からない。あ、言う通り。いらっしゃいませ。おお、よく来た。わあ、びっくりした。広島焼きだぞ。わあ、すごい。おお、双子、すごくないですか。おお、俺、奥の方が小さいから、こっちが小力で、こっちが小さいですから。びっくりした。ちょっとサービスでもう一個くれない。サービス、はい。双子の卵なんてほんまかいな。急に出るんですね。お前割ってみろ。怖い。おお、なにこれ。ちょっと待って、ちょっと待って。なんか変な軽いドッキリみたいになってますけど。あとは何ですか、のりさんと仕事以外。もうそれね、その方がすがりなんです。えちょうどその家の前の玄関をちょこっと通り過ぎたところので、だからお互いに気づいてない。隣に清水圭さんですかね、はいはいはい、そこに多分、いや、その時圭ちゃんがうちに来てて、天竜さんがうちに来てて、飲んでて酔っ払ってて、その隣にいた清水圭さんが帰ってきたところを首根っこを捕まえて一緒飲もうってやり取りをしてたの。やめろやめろやめろって俺言ってんだけど。じゃあ分かった、その相当やばいとこ、いや多分俺逃げた。シュッとこう出てた。最高じゃないですか。初めてこう本当に会ったっていうのはもうそのあれですか。いや、もう最近ですよ。リアルジャパンの2、3年のことじゃない、ね、焼肉行ったりとか、その共通の感じで、うん、優しいですよ、長州さんは。本当にあの、気が利くというか、あのドーンとしてないですよ。長州藤波名勝負数え歌、これね、若い人でね、長州藤波名勝負数え歌をね、ピンとこない人は最低。見ないでいいから、この長州力 YouTube チャンネル。本当にものすごい名勝負やったんだから。慎太郎、もう一度迎えに来たぜ。いや、もう迎えに来てるよ。今日最後の仕事だよ、お二人。昔お二人でお食事行かれる時とかってあったんですか。少ないけれどなくはない。お酒も多くはない。何回かある。僕はまあ共演生しても割と一人でいたりとか、長州さんはもう大体いつも絶対一人じゃないから、割とこう大勢で、まあ他の方いらっしゃるから、まあ、そこにたまに俺呼んでもらったりとかね。ここ一番美味しかったなっていうところとかありますか。いいところじゃ行かないから、美味しいところとか行かないから、魚とか、まあ、特に北海道なんかってものすごいだから、魚はもう本当に一品の、よく連れてってもらいましたね。みんな元気なのかな、みんなあの。
年に1、2度ぐらい電話ありますよ、長さんも。電話ありますね。まあでもレスラーは、美味しいものはね、各地でやっぱり知ってるんですよ。どこで食ったか、もう。お前だね。もうでも全国行かれてるわけですもん ね、 ね地方で巡業で試合終わってこうゆっくり食べる時間とかもあんまりなかったんですよね。やっぱ次の、まあ、終わる時間が惜しかったですからね。シャワー浴びたらもう10時過ぎちゃうからもうやってるお店とかはもう限られちゃうんですよね、うん、でも熊本はほら旅館だし、あの食事全部用意してくれてるから。ただあの国定のラーメンは食うようなのに、ああね、ラーメンとカレーライスですね。あの夜仕事終わって帰ってあんこは全部お膳じゃみんな揃ってからみんなご飯食べて、あの時コテのラーメン注文したんですよ。出ましたよ。だから鳴き声がわかんないんですよ。ハホホホーとかいろんな鳴き声が夜中あれ、この動物なんだとかっていう。どんな声？ボボボボボボボ、よくわかんない。真壁さんの存在っていうのはどういう存在だったんですかね。早く辞めるなっていう印象ではあったよね。多分務まんねえだろうっていう、うん、だからよく頑張ったよな、本当にそう思ってた。あ、今までのこう入門する若い選手みたいな、なんとなくこうパッと見たら分かるんだけど、あ、長くはいないだろうなっていう。だから本当によく頑張ったよね。褒めるってこともあったんですか、長州さん。あるわけないだろう。あるわけない。なんだろうね。そんなもんだ。うん。でしかもやっぱあのほら、あの時まだ長州さん現役の時だからさ、やっぱりピリピリしてなきゃいけないし、控え室にも笑いなんか一切ないからね。一切ないよ。喋りがないもん。トークが。第三者の人間が。そりゃそうだ、息苦しいだろ、お前。そんなプレッシャーの中で。でもそれぐらいのものを持って試合に挑まなきゃいけないっていうのがやっぱり肌で分かってたからさ、ああそういうもんなんだなっていう。いやだよね、うん、そこまで分かったのはさっきの俺のお前のモノマネ勝ってってくれた。それは中さんダメです。無理か、はい、それはできません。そうですね、それはちょっとあの新日本プロレスの、そうなんですね、はい、僕の一存ではどうにもならないんです、はい、すいません。病室に病院出たり入ったりもうしょうがないんだけどさ、まあできるだけ病院の話はしないようにしないやでも課長やっぱりなかなかやっぱり受け身をリングの上で取ってると後遺症がみんな同じですね。そして僕も腰とこの股間がみんな病状が同じなんですよ。いい医者してると思うけど、こればっかりはね本当に名医の相性もあるし医者とね、下手すりゃそのためにダメになっちゃう。グレートサンバイザーいいですね。まあマジで言ってんの、はい、必殺技も考えないといけないんですけど、沖縄ロック、でも宮古型、宮古型、石垣型、スパムロックもあるか。スパムロック、沖縄の調子なんですね。そうだ。誰かのいたずらでしょこれ。長州力って書いてますけど、ね、まさかの長州力さんからね。ちょっと僕もびっくりして、はい、あの事務所さんに連絡してみたら、はい、あの長州さんから来たようで、まあ、忖度ありでもう採用してくださいみたいなノリで来たようですので、ぜひ先生に。長州さんすごいですね、最近は超人募集にまで手広いですね。手広い。グレートソンバイザーうまいですね、絵が。まあ、本当はあの超人募集完成はがきで送んなきゃいけないんでね、あのその時点でなめっちゃダメなんです。なめちゃダメですけど長州さんですからね。ちょっと角丸風のうまいですね。なんでこうやってか分かるしんちゃん、マスさんはこのカルピス好きだったんだよ。あ、そうなんですか。うん、不思議だよな。カルピスウォーターじゃなかったと思うんだよ。多分マサさんの時は現役の方じゃないですか。よく飲んだよな。現役はですか。
現役をマサさん飲んでたんですか。飲んだ。カルピス現役で。うん、現役の時。現役のまんま飲んでたんですか。あ、これ現役って何。薄めなかったんですか。これ薄めるの。薄めなかった。すごい。え、薄めて飲んでなかったんですか。いや、これこのまんま飲めんじゃないの。飲めないですよ、それは。じゃあこれ甘い、これにしとけよ。むちゃくちゃ甘いですよ、それ。いや、マサさん好きなんだよ。まあ、それはそれで美味しいですけど、うん、これジョッキで飲んだんだよ。それジョッキで。うん、ジョッキで。現役をジョッキで。現役ってこれ飲んでるの。何がどう違うのか。皆さんと喋られました。いや、そんなに会話ないよな。うん、どこにいるのか全く。うん、まあ出るときに顔を合わせたぐらいで。うん、こんな大事な記念撮影なの、なぜ坂口さん寝てんだ。まあ冗談だけど、まあ OB と言っても、まあ OB は OB になるんだろうけど、まあでもこういう写真を見て、いいよな。これケロかよ、後ろにいるのは。ここに映ってるの。あ、はい、ケロさんも、はい、映ってらっしゃる。なんか、あれ、ケロさんはいらっしゃら。これ違うか、なんか顔半分ちょうどか、これ。あ、ケロさんですね、はい、ケロさんです。やばい写真じゃないだろ。いやいやいや、ケロさんです。なんか後ろにそーっと立ってる、はい、顔半分しか映ってない。お元気になられて。うん、まあ、みんな元気ならよしとして。刑事、相変わらず面白い顔してんな。なんだこのしかめっ面。よく光ってるよ、巨人。いや、でも、あの、お礼言った修行に。はい、今日これ、あの、調査にお渡ししてから。うん、あ、ライガーもここにいるの。背がちっちゃい。なんでこ一番後ろに立ったんだ。これライガーだ。はいはいはい。ね、マスクかぶってなかったらわかんねえぞ、お前。ライガー一番ちっちゃいんじゃない。なんでこんな後ろ行ったんだよ。トランプも年を取ったし。みんな長生きしてくださいよ。